そのやっぱ製造業でしょ、うちは。あの口で売る商売じゃないんでね、物が全て、うん、なんでね、もうちょっとずつでもこうクオリティを上げていくのがやっぱり製造業の宿命よかしら。もうそれだけ。あのいろんな織物をやってきたんだけど、デニムってすっごいシンプルなんよね。縦が紺んで、もう横は生成りが基本でしょう。それのにこう色とか糸とか織り方でこう見せ方がもう全然変わってくるよね。まあこれぐらいこうあの風合いが変わっていく商品もないんじゃないかな。そうね、うちのやっぱり特徴はこの手触り感、メリハリがついて触った時に跳ね返す力がある。で縦がしっかりあの綾目が立ってるから、長年履いていった時に立ったところが白くなって下の部分がこう濃い色が残る。それがうちの原端のやっぱ一番いいとこじゃないか思う。でなかなかこの風合いはあの一瞬的にはできるところはあってんだけど、一旦織る間にほとんど傷がなしにこの風合いを作れるいうのが高品質。あの本来織機いうのはちゃんとセッティングがあって、あのきちっとした縦糸のこう張った状態でパッ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 と変わるのが織機一番いい状態なんだけど、うちの場合にはこう風合いを出すために縦糸をすごくだらすんですよ。縦の張力がしっかり出るようにだらすいうことは、あの機械としたらものすごいその負荷がかかる。でそういう意味であのこう毎日のメンテがよそよりはしっかり目が届かないと、 ある日突然もう1ヶ月も折れんことになるわいうぐらいなダメージが初期にかかるんですよ。まあ、結局ねもう職人さんがいないんよ。でこの間もまあアメリカから来ちゃったけど、アメリカで残ってないのになんで日本で残っとんか言うけど、やっぱり日本でも本当に今の織機を使いこなせる人はね、もう60代後半の人までじゃわ。もう学校もないし、だからまあ教える人もいないしね。まあうちは唯一教える人が何人かおるから、技術者への自分で一人でこう加工ってしまうが、で教えないんだけど、うちはもう新人さんが入ったらうちの主人が機械を全部こう一緒にばらして、でそれを組み立てるようなことを今の若い子にもさしとる。それであの技術をこう次へ伝えていかんと、もう工場を維持できるようになろう。だからやっぱりね、あの自分とこの商品を栄養にしていこう思うと、やっぱりね気配りと目配りができる子じゃないといい商品が上がらない。毎回毎回打っていきょうでしょう。いうことは機械がめげていくんよね。その故障を早く見つけるのも機織りさんの腕なん。もうベテランさんは機械の音を朝聞いておかしいって止める。それぐらいね、ベテランになったらね、音でもわかる。シャトルがね、シャッ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 シャ言えねえでもね、カッチンコカッチンコっていい音がしおると、機械がご機嫌で動きおる。うん、まあ、なんぼか残さんといけんな、言って主人とまあ、若い子採用して行きおったんだけど、まあ、主人がこんなことになったしね。でも、まあ、正直言って、まあ、私らで吉江さん亡くなって、私らが初めてその古い記事見て、これどうやって再現できるんかな言って、まあ一応うちなりの確率はできたから、まあ一回途絶えて、あの記事がやっぱり良かったなって思うてくれる子がおって、その子らが再現してくれたら私ら最高やろうな言って言ったことはあるわ。